ピスタチオです。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエトスタトスロゴス。さあ始まりました。ピスタチオのエトスパトスロゴスでございます。始まりました。よろしくお願いいたしますね。縛れますね。いや寒いですよ。縛れますわ、ね、縛れますわ、縛れますわ。なかなか聞かないですけどもね。まあまあよろしくお願いいたします。さあこちらの番組はですね、うん、我々ピスタチオがですね、キコーナさん2店舗に行きまして、ジャグラーを打って、獲得枚数3333枚を目指そうという番組でございますが、はい、なんと我々もう達成してしまったんです、ね、そうです。達成して達成しちゃったんですよ。我々今日の収録で2回2店舗行くんですけど、うん、ここはもうフリーということで、そう、何売ってもいいよって言われちゃってる。ありがとうございます。嬉しそうですね。いやそりゃそうですよ。いいですよ。まあ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 、まあ、ここからも今日はだから立ち回りの技術を見れるということで、ね、あら、まあ何でもいいって言われてるからね。そうですそうです。まあ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 、まあ、楽しくやりましょう今日。これね、何でもいいって言ったじゃないですか、うん、でもカメラの関係上、うん、何でもよくないんですか。聞いてますね。これがミソなんです。これがそう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 、何でもいいですよって言っときながら、うん、その真ん中の方の台座るとすると、うん、ちょっとカメラアングルがあって、うん、言ってくるんです。そうよそうよそうよ。嘘ついてるんですよ。嘘じゃないの。嘘ではないのよ。何でも言ってそそのかしといて、裏側を言わなくていいじゃないですか、ね、そんなもんそそのかしといていいじゃないのよ。門台でお願いしますよ。いいよ、軍資金くれるんだら、うん、それでも別に、うん、自腹だって怒ってるね。え、怒ってるね。達成したのに自腹。やっぱ台決められての自腹一番腹立つから。まあ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 、わかんない。だからジャグラー打ってもいいし、別にそれは、もう自分でも俺はもう関係なしで打つかもしれない。もうスマホで撮るかもしれない。こうやって俺勝手にスマホで撮りながら、もう意味がわかんなくなる。もうやるかもしれない俺は。まあ、さあ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 、1店舗目こちら貴重な府中店さんでございますよ、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。本日裏口からのスタート。府中店はもう僕の居残りの練習場でしょ。あ、そうだね。やっぱ収録の後居残りで。確かにね、よく行ったからね。はい、ちなみに前回の収録の後は居残りで乃木パ打ちましたから。あら、どうだったんですか。あ、勝たせていただきました。あらららら、ありがとうございます。行きましょう。それではね、今日はそれができるということです。その収録中にね。うん、ありがとうございます。それでは行きましょうかね。はい、はい、それでは本日も頑張ります。行ってきます。よし、行きましょう。行きましょうか。レッツレゴー。いいですね。ゴーゴーゴー、ゴー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 、アルコールプッシュ、ゴー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 。はい、楽しそう。楽しそうですよ、伊豆さんが。今日はプライベートで一緒ですから。あ、こんにちは。ありがとうございます。ゲンさん。あ、3台しかないんだね。ライトミドル、ライト。なるほどね。うん、乗り打ちします。あ、するのか。いいよね。え、なんか普通にやってもさ、あれじゃない。全然いいよ。乗り打ちしましょうよ。いいよ、仲良く。ゲンさんやる。はい、ライトでいいのね。はい、よし。いや、じゃあライトでいいのねとか、もうライトしか打つなって言われてるから。ここしかダメって言われてるから。だからさ、好きなの自腹で決められるっていう。もうそ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 う、ここか、ここか、ジャグラーだから。これで負けたら、うん、これで負けたらマジで腹立つよ。いいよ、この人たちは。え、仕事全うしてるだけだけど、うん、俺は仕事全うして羽出してるんだから、もう仕事じゃないから。それ、そうよ、ここか、ジャグラーって言われてるからさ。言うとか、いいよ、うん、いいよいいよ。どこがいいの。小田さんに選んで、誰か。乗り打ちなんだ。全然わかんないよ、そんなん、ね、だからもうこうかこうなわけじゃん、乗り打ちだから。うん、で、僕が右でしょ、立ち位置的に。あ、じゃあここだよ。え、でも真ん中打ちたいんじゃん、あなたじゃん。いや、どこでもいい、どこでもいい、どこでもいい、どっちでもいい。じゃあこれ行きましょう。じゃあこうしましょう。うん、いじっちゃう。決まったよ、台が。いや、台がね、うん、これは決まったんだけど、うん、カメラのセッティングしたときに、うん、まっちゃんが余計なこと言ってきてさ、うん、いじっさん、いじっさん、鼻の毛隣あるじゃないですか、全然あれでもいいですよ、あれの方が4万発とか5万発爆発しますからねって。いやいや、うん、お前の金じゃねえんだよっていう。いや、あのさ、何をそのね、自由だとか言っといて、うん、全然自由じゃねえじゃんって。そうなんだよね。何自分の意見ぶつけてきてんだっていう。そのさ、こっちがさ、さっきこの台打つとかいう話してる時にさ、いや、そうなんだよ、言ってくれりゃいいのにさ。ただ小沢さん、あの人の言うことは聞かない方がいいんだよ、うん、そうだよ。あの人聞いたら、うん、今月も先月も負けてますから。いやー、なるほどね。私勝ってますから。そうだね。私最近調子いいんで、うん、調子いいよ。あの人に聞かない方がいいと思う。さあ、行きましょう。行きましょう。今回乗り打ちですよ。乗り打ちだよ、ね、大事だよ。久しぶりじゃないですか、エトスパトスロゴスでパチンコ、ね、パチンコいいね。うん、俺最近プライベートマジでパチンコ行ってっからさ。うん、何売ってんの一番。でもね、一番多いのは、うん、
というかもう調子もよくて合ってんのは、うん、乃木坂。あー素晴らしい。乃木坂が一番出してるし、はい、うん、勝率めっちゃ高いし、マジ乃木坂に関しては、うん、俺8割9割いってるかもしれない勝率すごいね。すごくない？すごい。じゃあもう伊地知さんに信用してますよこっちは。まあ、ただねこの短時間勝負がきついっていうね、うん、はい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 、はい、あとやっぱあの台を選べないから選べるって言って怒ってるよ。おお、だからね早速俺もこのライト持ってるんだけど、ライトってやっぱ比較的、うん、あれこれで当たんのっていうような演出でも当たるから結構、はいはいはい、なるほど。ザワさんいいですよ。俺もいいよ。さあ伊地知さんも来ましたよ。しかもあの変わりましたからね、ステージ変わってからなんですから。本当だ、いいですよ。なんかここで当てたいな。当てたいね、当てたい、ここでね、うん。でも全然ライトだからあるから、 U パチだから全然あるからね、うん、はい。え、まだ、じゃあこれで、あ、びっくりした。こっからや、こっから。さあどっちが先に当てるか。どっちだどっちだ。こ、小沢さん熱いけど俺が先にこれで。あるよあるよ、来ちゃうよ来ちゃうよ。ほら、おい、来た。ステージ変わったからね、やっぱあると思ったんだよステージ変わったと思ったんだよ。これがいいよね、これがいい。さあ一斉続いてください。こっから、しかも確認いくんじゃない。あらららここが大事です。出た。でもここで確認いかなきゃ何の意味もないから、ね、そういうこと。ここでラッシュいかないと。500か500が違ったら熱いですよね、うん、あ、これもう光ってないな、ちょっとまずいかもな。ここ 光ったりなんか、あ、ボタンね、ボタンが変わり光ってたり、うん、レインボーとかだったら熱いですよね。あーちょっとまずそうだなここもなんかゾロ目とかだったらいいですよ。カットインも入りません。これはまずい、まずい。おー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 、やりました。いったね、やりました。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。これはあるよ、やっぱ乗り打ちって一緒に喜べるからいいよね。そうね、悔しくないから。そうね、もう今日はいがみ合うことないですよ。あとやっぱ俺が出してるとちょっと安心でしょ。安心安心、ありがとう。2分の1です。2分の1をずっとあるわけです。あ、ダメだ、やばいです、やばいです。ちょっと早すぎるよ。せめて7、8回は連チャンしてほしいよ。してほしいよ。この後ですよ、大事なのは。何か演奏切ろう。どうだ、あー怖い、あららら、やばいです。なんかここでレインボー来るとか、なんかあれ、せめてボタン止まれ。ボタンの演出もない、終わりました。何もなく、何もなく終わりました。うわー、あらららららら、あらららら あらららら、うわ、ラッシュが入って2はショックだって。ねえ、ショックだね。 92% なんだからね、何のために打ってんのって話を。なんか伊地知さんのあんな早いあたり見ちゃったから、俺もすぐ来そうな気がするんだけどな。でも100回転以内とか入れば全然早いから、うん、あ、炎になってます。それが赤になったらいいね。ね、赤になったらまあまあいいよ、うん、熱い。さあまた早手との対戦ですよ。お、いいよ、良さそう。伊地知さん、いいよ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 。元円部まで来てるから、もう円極限円部ってなったら熱いからね、めちゃくちゃ、うん、はい。おお、お願いチャンス入りましたよ。いやいや、こっからなのよ、こっからこっからなんです、小沢さん。伊地知さんさっきここで、ね、これ入れちゃって、小沢さん入れたらいいよ。これ入れちゃって、小沢さん入っちゃって、入っちゃって、入っちゃって、おい、はいはい、おい、そんなことだろうと思ってたよ。 いいよ、パハー、これパハーで、パチャン、パッ、お、炎、メガ炎です。メガ炎ですよ。スペシャルが続いて極限演舞に行ったら熱いですよ。熱いですよ。どうだ、
おしららららこれで極限演武いったらいい。これでこの後、この後大事。赤い参戦とかしてくれたらいいけどな。これ参戦してくれ。これ一回でかいよ。あー、今仲間が加わったらめっちゃ激アツなんですけどね。おカットに入って、ここがでも赤一回ついてないな。どうだ、おい、入りました。ありがとうございます。よし、頼むよ。バトル告知でいきます。また、はい、これあるんだ。こっちに一回やって、これでいいんだよ。一回こっちで。あら、オカルト打っちゃってたじゃん今は。これが 100とかだったらいいんだよな。500か、うん、なんか変わってるボタンが。あダメ。さっきこれで入ったからね。そうさっきこれでも入ったから、これで一桁台、二桁台までいけ。お、300、これあれ、これいいんじゃない。ほら、行きました。おー、行った。頼むよ、ね、ちょうどだったんで。頼むよ。頼むよじゃなくて、本当にあなたも頼みますよね。何してんの、ずっと。沢さん、なんかすごい楽しい。すごい楽しい。なんかもう俺らのプライベートで何が起きたみたいな話いらないもん。みんなこっち見たいから別に。確かに、確かに、ね、演出の話をしたい、うん、はい、ありがとうございます。はい、20連とかしてほしいよね、うん。お、とりあえずもう一回、次は確定です。ららららら、確定しましたね。次は確定してますよ。そう、10連とかやっぱ平気でするからさ、うん、20ね、20。まずでも10みたいね、10みたい、まず。そうだね。あれ、おー、来ました、引いた。9ラウンド引きました。 10% だよ。このライトでの9ラウンドはでかい。なんだろう、まあそうだよ、いいんだもん、いいんだもん。はいはい、頼むよ。いいですね。はい、もう一回決まる、もう一回決まってます。これはいいですよ。いいね、楽しいね、楽しいね、楽しいね。やっぱ9ラウンド引いたらでかい、うん、お、オッケーオッケーオッケー、稼いでよ。はい、もう一回、はいはい、もう一回、はい、いいですよ。はい、小田さん、はい、もう乗り打ちやめようか。そのテンションでやるんだったら、2人でよしよしってやるために乗り打ちしてんのに、そのテンションやるんだったらこっちやんないように。ダメよ、もうやるって言ったんだから。一緒に喜びなさいよ。よしだから、あなたが出たと一緒なんだからね。そうよ、もうそれつまんないわ。喜びを共有する、悲しみも共有するが乗り打ちの楽しみなのに。そういうこと。なんかもう嫌なんだけど、やめようか乗り打ち。ダメです、そんなテンションでやるんだったら。やるって言ったんだからダメでしょ。それはお前がそのテンションで行くんだったらもうやめようか、ね、男に二言はないでしょ。やるって言ったんだから。あれ、素晴らしいじゃない。ごめんなさい、デジタル 見ちゃった。9ラウンド引いちゃいました。あら、またいや、7回って10回のうち、いや、すごいよ。10回のうち1回出たらいいんですよ、うん、確率では、うん、7回で2回の9ラウンドはマジででかい。さすがだね。よかった、乗り打ちじゃなくて。乗り打ちです、乗り打ちです。皆さん、じゃあ喜んで、でもカメラに向かってめっちゃ喜んで、1回手離して1回喜んでカメラに、ヒューやったー。よし、キモいです小田さん。小田さん、シンプルキモでした小田さん。いや、やっぱでもここでもやりたいよ、その同じことをさ。俺全然小沢さんが出れても喜ぶけどね、乗り打ちだったら。本当に乗り打ちじゃなかったら一つも喜ばないけど。おーい、はい、やばい。最近ゲンさん打ってなかったけど、またゲンさん熱出てきそう、これ打っちゃったら。あら、面白いから。やっぱゲンさん楽しいんだよね、早いしさ。ただこの初当たり5回ぐらい連続でラッシュ入んない時、うん、結構落ち込むけどね。いや、そうなんだよね、落ち込むんだよね。9回目、次大事よ、10回目だから。うん、よし、10回目、よかった、10回目いきました。ビジさん、これだけはっきり言ってくれ。ビジさんが続けば続くほど俺もこっち見てないからね。もういいですよ、もうそっち見てる。もう今いいなぁ、素晴らしいね、やっぱ。よし、11、おー、よーし、 OKOKOK、
いいですね。やっぱあっちゃんの話聞かなくてよかったな。え、あっちゃんの話聞かなくてよかったな。あんなやつの話って終わりだよ。プライベート負けてんだろ。そういう人と口聞いて口聞きたくない、そういう人と。最低だけどな今の。最低、絶対良くないこと言ってるよ。はい、うわー素晴らしい。いいね。あぶね、今玉数出たら結構安心よもう、うん、たまにはこういう時があってもいいよね。いけないからずっと。よし、おあ、お、お、レイボー、おーい、おい、はい、ありがとうございます。さあ、お願いチャンス、リベンジ、リベンジお願いチャンス。俺がレイちゃん家に小沢参ったらマジででかいよ。頼む、大事。よっしゃ、来た、よっしゃ、よし、来た。小沢さん、いいっす、いいっす、いいって。これは楽しい。小沢さん、ラッシュ入れてください。こっからでございます。私じゃあこっちにしときますね。あ、そっち行く。はい、私こっちに行ってきます。そっち行きます。はい、あえての俺そっち数回しかやったことないわ。俺も普通はバトルコックス行くよ。ただ伊地さんがミスたんだよね、やっぱりね。これでラッシュ来たらマジででかい。どっちもはすごいよ、うん、面白いよ。あらららららら、小田さん、あらららららら、小田さん、まあでもね、50% ですから。まあまあまあ、もう一回で、うん、次入ればいいわけですから、うん、50% だから、うん、うん、2人で見たかったけどね、2人で、うん、1回ぐらいは全然ありますよ。うん、これはもう確率的にはしょうがないから、うん、ほら、あっちゃんが見てたから。あら、これはちょっと危なそうだぞ。まだ大丈夫、まだ大丈夫。これは、おら、はい、はい、はい、復活。ほら、はい、はい、ありがとうございます。今もう15分ボーナス出てるんで、うん、これもうあのノー編集で言ったらもう15分尺。あ、もう取れたか OK。撮れ高はもう、OK、ですか。もう15分 OK、 あのオープニングが当たったらもう撮れ高 OK です。 OK ですか。ありがとうございます。楽な仕事でした今日は。収録時間30分で終わりました。あ、終わりました。よっ、おーし、 OK、 頼みます。おーし、ありがてー。ありがてーじゃないのよね。ありがてー、ありがてーじゃないのよね。俺もう止めようかな。はい、止まらない。はい、はい、はい、ありがとうございます。やばいですよ、やばい、やばい、やばいよ。これはどうだ。おー、あらら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 、らこっから復活。ボタン止まれ、ボタン、ボタン出ろ。出ないか。うん、まあ一旦落ち着こうよ、一旦落ち着こう。これはもうライトにしては上出来ですよ。上出来です。あとはもう小沢が当てるだけよ。どう、おお、お、2回落ちた。あらら、2段階落ちたよ。うん、この後ですよ、この後大事なのは島、赤だ、赤い、赤いです、いいですよ、頼む。ここで参戦してくれれば、参戦、おー、いいよ、来た、いいですよ、いいぞ、参戦してくれた。カットイン入る、カットイン、 OK、 いいよ、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 いいよ。これは行ったでしょ、これは行ったでしょ。お、よし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 、うい、うい、俺もまあまあいいですよ、これも。よしよしよし、伊地さんが終わった直後にこっちが当たるっていうね。いいですね、最高の流れ。もうだ、もう、もう、え、大丈夫だから、もう尺足りてるんだから、お母さん。じゃあバトル告知で、うん、今回はやっぱバトルですよ、やっぱり、うん、はい、500体ボタンは変わらず、変わらず
数字が大事、数字がこのね。はい。あら、これは危ない。これはまずい。ぬぬ。これはまずいよ。ぬぬ。ぬめて、はい。だと思いました。だと思いました。でも2回はまだ共有範囲。なるほど。まあそうだね。伊地さんも3回からちょっとへこむ。伊地さんもそうだね。3回からへこみます結構。でもどっちも100回程度に弾いてるからまだいいよね。ハマってないから。そうだね。そうだね。まだいいよ。いや続いてほしいけども。お、しゃあないよ。炎のやつで最初から原演部。あらいいですよ。お、カンナちゃんが来ました。また？当てちゃう？カンナステージしかも。また当てちゃう？変動でのカンナステージは熱いですからね。うん。あらららお願いお願いって来い。ありそう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 。しかもカンナステージ最初変わってたから。そうだね、ありそう。確かにこれありそうだよ。これつうかもう俺の中で当たる気満々なんだけど。ほらね、ほらね、強い。言ったでしょ、ザーさん。言ってた。当たる気満々だったんだから。言ってた。まあ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 当たる気まあまあまあ。なんだろう、この辺のスタイルが石橋貴明さんと。バトルで勝ってるからバトルで行くわ。うん。あ、これは。あ、なるほど。あら。またお願いチャンス入るんですよ。ずっとお願いだけしてる。500か。ずっとお願い。あ。え。あ。レインボーボタン。嘘でしょ。おー、お願いチャンス。イエス来ました。はい、聞くよ。来ました。やばいね。やばい。ちょんちょんと。そうそう、それでいいです。ちょんちょんちょんでございます。500で、500で。あ、光ってはいる。光ってはいます。光ったらでも全然熱い。光ってるだけでも全然違う、ね、光ってはいますよ。ここの数字が大事よ。あら、なんかあれ、あら、あら、あら、小田さん、小田さん、ガチの相談なんですけど、乗り打ちやめません？嫌です。絶対ガチの相談なんですよ、小田さん。絶対に嫌です。乗り打ちです。でマジで乗り打ちでよかったね。うん、気が楽でしょ、めっちゃ。本当に良かった。めちゃくちゃ気が楽でしょ。うん、20回見たいな。ここからの20回、また20回行ったらやばいって。ここからの20回見たい。見して。いや、34連して、うん、34回って引き戻して20連したらもうやばいよ。やばいよ。よし、ちょっとだけなの。お、いいね。はい、ここ怖いな。きよし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 。いいですよ。9ラウンド確定は熱すぎる。よし、小沢の息子にうまい飯食わせられるわ。気分いい。なんかありがとう。おじさんの感覚だわ。うん、あの、第二のお父さんと呼ばせるよ。そう、自分に子供がいないからさ、今さそうそうだね。小沢んちの子供可愛がんねえと。うん、まだ会ったことないけどね。そう、まあ、あら、あらららここですよ、大事なの。赤になれ。なんないとまあきついよ。あら、むむむ、ちょっとまずいですよ。むむ、どうだどうだ。むむむ、でもね、うん、何回でも12連しましたから。あら、すごい。ボタンも出ないか、出ないか。むむむ、終わりました。でも12回さ、見せてくれましたよ。でも何がいいって、うん、12連で9ラウンド2回引いてる。いや、すごいよ。これがでかい。でかい。もう今持ち玉が12,500発。すごい。これはでかいですよ、小沢さん。投資戦だもんね。投資戦です。はぁ、これはでかいですよ、小沢さん。おー、白か。白、赤いったらね、うん、結構特にライトでの赤はかなりでかいけどね。まあ、ここは継続でしょう。継続でしょう、
あ、もう行っちゃうか、もう行っちゃうか、ちょっとなんか嫌な予感する。あ、でもこっからだ、これでも継続になるよ。あれ、めっちゃ熱い。いや、もう入りです、入りです。これは、これはもう、これは小沢さん、はい、おお、小沢さん、ここの、これはここでのあたり初めて見た。小沢さん、これは、いいえ、小沢さん、いいえ、今のね、今のすごい、今のは初めて見たわ。なかなか見れない演出です、今の。いいですね。でも小沢さんも4回も弾いてるから、ね、そうなのよ、早いんで。弾くは弾くの、ちょんちょんだけしとくわ。分かった、ここでそろそろもうもう次は入れてほしい。うん、そうだね、ここはもう来てほしい。ここもういい、もういい。でも確率的に今 3-3 だからね。うん、そうだね、もう行っていいよ。ここはさあ光ってますよ、光ってる、光ってる。最初がね、かなり少ないか、泥目とかだったら熱いよ、数字が。あ、はい、おー、4着 OK ですか。カットイン、カットイン、カットイン、はい、やったきた、よし、やったきた、よし、よし。さあ何回、ちょっといいの、こんなん、こんなんで、いいの、ごめんね、なんかただただおじさんたちがね、はしゃいでるだけで、めっちゃさしてごめんね、あざす、はしゃいで。小田さん、ありがとう。1回とかやめてね、小田さん。だ、もうもう、そういう、だからそういうボケはいらないから、だから、うん、これで終わるとかっていうボケはいらないから。私も30回ぐらい見せたいから。ちょっとあっちゃんさんがどっか行っちゃったもん、ね、もうなんか、あ、なんか首振ってる。え、お前らやりすぎだみたいな。なんだよな、たまにはいいじゃんな。何が刑事の方がいいんだよ、ご褒美会なんだから。3333枚自腹でやったんだからね。ねえ、やったんだから。あれ、あれ、ここからこの後大事よ。で、まだ2分1あるから危ない、止めていいよ。あら、これ危ない。あら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 ツタン、ダメだ、ダメだ、これは辛いね。なんか30回僕も続きたいとか言ってた、ね、せめて7、8年ぐらい行ってほしかったよね、うん、極限演舞が今日1回も見れてないじゃん。そうだね、だからどっちもさ、入り方がさ、うん、これはもう絶対入るでしょみたいな入り方じゃなく入ってるもん、うん、でも逆にそれでも入るからライトはいいけどね。そうだね、うん、やばい、これでまた原産熱が生まれちゃいそう、うん、結局楽しいのよね、原産1年前ぐらいにすごいハマったからな、原産、うん。ちなみに余談ですけど、はい、私ゲンキングさんのことゲンさんって呼んでますからね。余談ですね、はい、うん、余談です。ゲンキングとかさ、はい、ニコルンとかさ、はい、当時やっぱ一緒に出だした仲間たちいたじゃん、うん、芸人じゃなくても、うん、芸人はもちろんそうなんだけど、うん、なんかすごいテレビとかで見てて、うん、親近感はあるもん。一緒のぐらいに出始めた、はい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 、みんながみんな結構まだ第一線で頑張ってるけどね、うん、そうね、俺らもね、うん、エドスバドスローって第一線で頑張ってますから、ね、第一線ですよ、これはもう第一線ですよね、これが、うん、当たり前じゃない、これが我々の第一線ですから。そうですよね。どうします、次呼んでみる、ニコルンとか呼んだら来るんじゃない、バカなふりして呼んだら来てくれんじゃない、うん、来てくれんじゃない、あー、うん、ピスタチオさんだっつって、あの俺らがネタに接する番組、ネタをやる番組で、うん、審査員じゃないけど、このパネラー席みたいなところにニコルンがいてさ、うん、あの何組かネタ終わった後に、うん、誰か気になる人いたってニコルンが言われた、言ったら、うん、あの、あ、ピスタチオさん一緒に出始めの頃お仕事してたんで、なんかすごい感情深くてなんか嬉しかったですみたいなことをいいコメント言ってくれて、ね、ちょっとうるっときたんだけど、うん、オンエア見たら全部カットされてた、ね、うん、カットされてました。なんだろう ね、ひどいよね。ニコルンが応援してるっていうだけでファンつくんだから、こっちに頼むよ。そうなんですよ、そういうとこ使ってくんないと。なんかあのエトスパトスロゴスの先月にアップされた動画で、はい、ゲストにナダル呼んでほしいってあったんだけど、うん、もうナダルなんて弱いよね、もうニコルン、ナダルは弱いよ、ニコルンです、ニコルンとみちょぱで挟まれないから。そしたらもう1年間俺らノーギャラだよ。そこにギャラいっちゃうから、もう1回分でみちょぱとかパチンコやりながら面白いコメントするぞ多分。一緒にポップティーンでやってた頃が懐かしいよ、懐かしいよ。
やってたんですよ本当に。ちょっとだからいまだにやっぱニコルンとみちょぱがあんだけフォロワー多くなって、うん、とんでもない数 Twitter とかフォロワーいるけど、うん、相互フォローされてるのやっぱまだ今優越感があるもん。いや嬉しいよね。あの当時は普通だったけど、うん、ただ私はあの当時ニコルンにね、小沢さんのその眉毛はどういったつもりでしてるんですかって言われたんだけどね。あ、そうそう、小沢さんのその目ね。うん、まあでもそんな中ですよ。初対面の時ね。初対面の時だ、向こうも僕をいじってくれましたし、そう、僕もおいみたいな、ニコルンそんなこと言うなよみたいなことを言ってましたから。ありましたね。そうですよ。それを今となったらなんかその あっちゃんになんかあっち打てたこっち打てた言われてさ、ちょっとマジで何言ってるんですか、小田さん。聞こえませんでした。ちゃんと喋ってください小田さん。喋りだけ小田さん、ごめんなさい。聞こえませんでした。ちゃんと喋ってください。申し訳ない。あと30分ぐらいですか。そうですね。いやあと1回ぐらい見せば欲しいね。そうね。あ、そういえば今更だけどさ、明けおめ、明けましておめでとうございます。ことよろ。もうだから収録1月の中旬だからもう正月感ないんだよね。そうなんだよね。皆様的にはもう明けてるんだか。もうとっくよ、もうこれ2月だから。特に明けてる。もうバレンタイン終わってるからもう。そうだそうだ。流れてる時にはもう。なんか誰か静かになったね。そうなのよ。やめてよこの綺麗な尻つぼみ。演武ファイヤーどうす。お2個はいいよ。2個ちょっと。おここはね、ここまでは、まあまあまあ、助っ人来い、助っ人来たらでかい。うわ、来ない。あらららら、うん、でも来なくてもね、まあまあまあ、うん、なんかもう一個あれば。おお、いいよ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 、来るぞ、頼む。お、カット今入った。いいよ、入った。行くんじゃない。よし、ほら行ったー。よし、よーよし、ここで小沢の最後に見せ場。最後に、あと何分ですか。15分。で30回出して終わりだ。頼むよ小沢さん。はい、もう大丈夫大丈夫。500体500体で、ボタンはボタン変わってろ。あら、あー怖い、やばい。数字が大事。はい、うーん、危ない、これはまずい。非常にまずい、これはこれは非常にまずい。頼む。おーおマジで。よし、なんか大逆転した感じ、うん、今のは大逆転な感じした、うん、もう絶望だったもん今の、うん、頼む続け、続けば続くほどいいからね。そうなんだよ、わかる。みんなで連チャンって、うん、続けば続くほどいい、続くほどいいんだからね。そうですよ。お、小大事小大事。おーっしー、しオッケー。さあボタン見せようとかなんかもう早かったもんね。バーン。ガチだから。行きますよとかなんもなく。ガチだから。よし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 。何してんの？これは危ないよ。打って打って打って。これは危ない、小沢さん頼む。小沢さん、調子乗っちゃいけないのよ小沢さん。調子乗っちゃいけないのよ。そこから復活。おお、止まる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 。うわ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 。人ってやっぱ調子乗っちゃいけないね。いけないんだね。うん、あと10分。あと10分ですか。11分か。連チャンしたらさすがに打たしてくれるから。そうだね。だからもう時間内に入れちゃおうとりあえずもう。うん。また単発単発単発ラッシュ入って2連5連ですよ小田さん。で悲しいこと言わないでよ。現実をさ、あ、でもちょっとハートハートはなってる、ね、ハートが出てます。ゼロ。お、極限の極限の限定9。熱い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 。9入った。9 9
あ、やべえ、下がっちゃった今。興奮してストーン下がっちゃった今。ここでラッシュ入ったらでかいよ。うん、入れるから見てて。でも3回単発来てるから。そう。3回ここで連続ラッシュ来てもおかしくないよ。ちょんちょんでございます。500か。500体。さあどう。あ、光ってます。まだ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 。ここで数字が大事だ。どうだ。ん、危ないけど、でもん、まだわかんない、光ってるし、まだわかんない、全然わかんない、まだ、あー、 ありそう、ありそう、入ったー、しゃっ、うわっ、僕は200超えました。あ、200超えました。うん、はいはい、こっち見なくなっちゃうね、うん、こっちばっかり見ちゃうわ、こっちばっかり気にしてる、ボタン出ろ、ボタン出ろ、ボタン出ろ、よし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 、あーしゃーしゃー、あーしゃ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 ー、危ねー、オーケーオーケー、多いって、あれあれ、小田さん、ファイナルジャッジ多いって、また結局でも取るんでしょ、あ、やばい、今調子落ちちゃった、いや、ダメだよその発言、小沢、え、そういう発言を見てるから、ダイは、あら、赤に変わってよ、小沢さん、お願い、おー、よかったよかった、変わるんじゃん、よかったよかった、なんだよ、オッケー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 、ファイナルジャッジャー小沢と呼んでください、よかった、よかったよかったよかった、あら、また9ラウンド来ました、2回連続、あら、本当にファイナルジャッチャーだね。ジャッチャーの意地、ここで本当にジャッチャーの意地見せてよ、あら、やばい、これはこれは本当のファイナルジャッチャーのあれが問われるよ、真意、ね、を問われるよ、ここ、おおおおお、あら、うわ、ダメでした、あら、どっちもダメじゃん、楽しかったね、楽しかったね、楽しかったね、なんかね、もうこれまでいいんじゃない、もうこれでもうこれをやればいいかな、もういいんじゃない、自分好きな台打つやつで、ありがとうございます、みんなもこれ見たいでしょ、やっぱ、いや見たいでしょ、いろんな台打って、うん、なんか久しぶりだもんね、ここでこうやって2人で、楽しいね、にこやかにエンディングを迎えるというね、う、さあ結果は1000円投資の素晴らしい9223枚という、ありがとうございます、9200パツですね、23発ですね、はい、9223発ということで、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、私が、1万500円投資で、4795発、お、素晴らしい、はい、ありがとうございます、こんなのあるんですね、楽しいね、ご褒美ですね、ご褒美、本当にだから3333枚を自力でこう取った後のご褒美でした、うん、ちゃんと、なんかほんと伊地知さんのなんか連チャンもなんかすごい見てて楽しかったし、そうです、伊地知さんがちょっとこうハマったかなっていう時に僕が最後ねちょっと俺を続いてくれて、よかったです、あのままだとおたず映ってなかったですから、映ってなかったよ、よかったよ、だから綺麗に、だから最初3回連続、うん、単発単発単発でその後ラッシュラッシュラッシュ、いやよかった、しかも2連5連12連とどんどん上がってきました、あ、よかったよかった、で、ついた異名が私はファイナルジャッジャー小沢ということで、はい、ありがとうございます、勝手に言ってるだけなんですよね覚えてくださいぜひね、俺もこの後俺平井に行くの怖いわ、あら、そうですか、なんか待ってんじゃないけど最後、あれ、いや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 、もうシーズン3の最終回俺怖いよ平井も楽しく終わろう、ね、笑顔でね、はい、というわけで、ね、行きましょうよ、それね、ただただ楽しい回でし、こういう回もあっていいんじゃないかと思います、はいはい、ありがとうございます、ということでね、良、はい、かったと思った方はですね、チャンネル登録、コメント、高評価の方よろしくお願いいたします、はい、それでは次回もまた見てね、見てね。